バンコクについて知ろう。タイの首都であるバンコクには約870万人の人が住んでいます。230年ほど前の1782年に首都になりました。その前はアユタヤが首都でした。バンコクの正式名称はクルンテープ・プラ・マハーナ・コーンと言います。とても長く世界でも一番だと言われています。普通は短くクルンテープと呼びます。天使の都という意味です。バンコクの中心にはチャオプラヤー川が流れていて、チャオプラヤーエクスプレスという船が交通手段の一つとして使われています。チャオプラヤー川は夜景でも有名で、ディナークルーズをする外国人観光客も多いです。